はい、バリレラのおちゃんです。今日はですね、ピアノトリオをお届けします。何度もいいですよ、お待ちください。静かにピアノのイントロで始まりましたけれども、今日お届けするレコードはこちらになります。ハンプトン・フォーズの The Green Leaves of Summer というレコードタイトルからお届けしている曲も The Green Leaves of Summer ですね。ハンプトン・フォーズは、地盤はウエストコースト、西海岸の方でもう有名なピアニストですね。はい、単純にウエストコーストと言ってはいけないような、もうこれがメインテーマです。ちょっと静かにしますね。はい、黙っててばかりいてもダメなので、今がメロディーの一番いいところですね。それでこの LP なんですけども、これ1964年に録音されたレコーダーですね。でハンプトン・フォーズはですね、のこれ復活のレコードなんですね。この前、約5年ぐらいですね、刑務所に入ってました。麻薬ですね。麻薬で入っておりました。それでこれが復活のレコードです。それですね、ここからちょっとアレンジしていきます、彼は。これがですね、すごくいいんですよ。一つ一つ噛み締めるように。今までの自分の人生を噛み締めるかのようにですね、この一つ一つのこの音を聞いてください。なんか音を探してるかのようにですね、聞いていくんでしょうね。すごくすごくいいんですよね。これでこのレコードですけどね、いろんな曲やってます。マイルスのビアードブルースとかですね、あとスタンダードでザ・モア・アイ・シー・ユーとかですね、ロレンスのセント・トーマスとか、スタンダードミル・ウィンドとかですね、もうすごくいいアルバムなんですね。どうですかこれ、すごくいいでしょ。はい、それでこのザ・グリーン・リーブス・オブ・サマーという曲はですね、映画の曲なんですね。オン・ディ・アラモっていう有名な映画がありまして、ハンプトン・フォーズがですね、この映画を見て、この The Green Leaves of Summer という曲がですね、大好きになっちゃったそうなんですよ。ですぐ自分で弾き始めたそうです。本当に大好きになっちゃったらしいですね。それでこのコンテンポラリーのプロデューサーであるデスタ・ケイニヒっていう人がいるんですけども、デスタ・ケイニヒがこの曲は彼の、なんて言いますかね、復活の一つの曲になるっていうことを言ってるんですね。ジョン・コルトレーンがマイ・フェバレット・シングスをもう繰り返し繰り返しやったのにあるように、これは彼の曲になるというレスター・ケインということで非常に推してるところなんですね。どうですか、もうすごくいいでしょう。
あとの2人はですね、それほど有名な人間ではないんですけども、紹介しますと、ベースがモンク・モンゴメリー。モンク・モンゴメリー。モンゴメリーというと、ウェス・モンゴメリーの兄弟ですね。3人兄弟の1人、モンク・モンゴメリーがベース。からドラムスがスティーブ・エリート。それとハンプトン・フォールズ。ハンプトンホーズはこの後またサポートをやったりとか自分でももちろん出します。あのアートペッパーが1970年に復活したリビングレジェンドっていうレコードがあるんですけど、そこでも彼はピアニストとしてサポートします。はい、ということでぜひこれはおすすめです。本当におすすめですよ。はい、ということで今日はハンプトンホーズザ・グリーン・リーブス・オブ・サマータイトル曲をお届けしました。じゃあ、じゃあいいよ。